ということで今日は陸だけでやっていきたいと思います。どうぞ。電話があって、大きなのが歩いてるそうですよ。どこに？入るところへ、向こうから入るよったのに。どうも西市、こっち来てるかもわからんちゃったよ。ああ、最終都の方に？あ、だこっちに一つ、あっちに一つおるよね。あ、そうだろうね。いやそろそろでっかいの撮りたいね。雪の食事で日に日に冷凍庫から肉がなくなっていく。よし、やっていきましょう。これは新しいね。まあ泥のつき方からするとこっちからこう来たかな。大きな案が泥つけて歩いちゃうっすね。西に向かってますね。いや、大きいわ、これ、泥の付け方が。やられねえよ。そんな一頭でそこまで行く犬じゃないです、これは。泥つけて、あっち上がって、あの上かな、多分。これは泥をつけた後にやってますね、これ。オスか。でっかいオスやね、こりゃ。油と肉が厚すぎて血抜きできんの？こっちかでしょうか？いやー、120キロあるな。100あるな。100あるわ。5番どうぞ。はい、100キロちょい、110キロぐらいかな。ああ、ずーっと追ってたやつがいましたね。
もうこれっすね、完全に。油が多すぎて血抜きができんかった。いや、俺治ったっすよ。で、こっから取っちゃったな、また。うわ。でっか。いや、はあ、俺が今うちに行く準備しよったのに。そうなんだ。いや、泣き出して。いや、ほったら磯中さんが入ろうとしとったけ。いや、斜面で危ないけ、じゃあ俺が行こうって言って。鉄砲持って行きよったらパーンって言ったけ。いや、それの前にや。そっち行きますわって言うたろ。うん。あれでそこの家出たところで泣きましたね、この上で。ああ、やっぱ。それで、ガサガサって言ったから、は鉄砲しようとったん。俺もよ。で、ガサガサってひょっといたら、イノシシ止めてもよおうたい。あ、そうだ。さすがユキのパパですね。最後に。わわわわ言い出して、そこら辺一瞬あったでよら。よかったじゃん。これ、一頭で取ったの初めてやない？いやよ。あ、そんなことないか。うん。あ、今年スタートのや。あ、メスじゃ。メスや。産んでない、しかも。あー。大きいね、またこれ。はい。ちょっとこれの、ケツ噛む癖があるからの。あー。こいつだけや。シロさん。シロさんやさんでもんね、そんなことね、俺にね。あー。あれだ。おー。おいはっ。し、せんの。ケツ噛むなよ、お前。噛まもんね。よーし、頑張った。よーし。お前の中谷が、下おるけつって言うから。犬捕まえてくれるんかな、こっちは。あんわんわんわんだろうが。うん。いや、降りてこんなー。えらい降りてこんなーと思ったな。出ろ。やばい。こっち。こっち。これ、千葉では何と通ったんか。5つ。5つ通って、どねなやった。いや、全部小前を加えただけですよ。ああ。これなのも一頭もらん。いや、おら、いや、おったけどね、ああ、打って外したっすね、2つぐらい。ああ。それは、取れたな、下手、みんな5万円ばっかり。そうそうそう、20キロぐらいの。いや、やめてくださいって。ハトしたい。はハトしたい。したいって。ハトしたいって。あと、じいちゃんのしたいですね。内臓脂肪はすごい。それはええ目や、何餌食うちょい。油がちょっと薄すぎるよ、これ薄でも結構油がいや、薄だからあるじゃん今はね、もう今今の時期は薄は、はい逃げてきめや、そこ頭でっしょあっんだ、これは強いのやっぱり骨硬いね、これ、OK だけそれぞすっかり油で痛からね落ちないよ、こっちで今落ちるすごいよいや、ほらいやー、よかったほんと、あれもいかんねけんでほらせーの落ちないよ、落ちないよいや待て待てよいしょー痛い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 あのボッツに言うたお、あの何の方の粘着はこの福島島の方へのとこへあるやこれなんか何まだおります